はいどうもお疲れ様です。1月11日朝6時の相場解説になります。えー、これ今ね、冷やしを見ていただいてるんですが、下圧力はまあまあまああるんですけども、ちょっと下圧力がね、抑えられてるところを感じますね。ここに注目していただきたいんですけども、どうもね、横ばいの方に転じたようです。まあ思ってみれば、ここも横ばいみたいなもんですからね、まあ符号するところあるのかなと思いますけども、注目するべき点は、この下髭が出て、 陽線があかかななり強く出てるかなってるっことですよね、まあ、ここも一旦下への圧力が否定されてその後にこういうふうに上昇しているところを見ても、まあ、その通りだと思いますここでも上昇が起きてますよねで今、あのー、この陰線から始まった上髭で下の方に沈みかけてやるんですけどもやっぱり陽線が出てきて横ばいに向かってるなというふうなのを感じますね、まあ、これからスリースリスリーにですねちょっと2枚目のシートは周足になりますけども この周足でずっと見守ってきたね、ヘッドショルダー、これはちょっと不成立になる恐れがありますね。ヘッドショルダーの型までできたけども、ネックラインを越えての大きな下落ってのは起きないか、すぐには起きないってことになります。しばらくは横ばいになっていくことを覚悟しなければならないのかなってことですよね。じゃあ本日の4時間を見てみますね。4時間を見ていくと、セカンダリトレンドが 発生してててそれがなくなくくっっトレンドの方向に戻っていくもう一回上の方に行ってダブルトップを描いたわけですよでこのダブルトップっていうのがネックラインを超える前に横ばいになってしまったっていうのがねまあ今捉えられてる現状じゃないかなとここで強い陰線が出た時はこれをぶち抜いて下の方に行くんじゃないかなと思ったんですけどもまあそれは今回ここで抑えられたってことかなと思いますだから長期でセルをかけていた人っていうのは今ね気が気でないんじゃないかなと思いますよね うん、私もね、だから145円あたりからセルかけて、これ125円まで走らせようと思ってる20円の幅のセルがあるんですけども、まあ今、まあ中盤ぐらいで止まってるかなってとこなんで、まあ半値決済してもいいかなと考えてるとこですね。はい、個人的なお話でございました。で、最後に1時間を見るんですけども、昨日お話したレンジ内オプションのレンジについて、もう昨日お話した通りなんですけども、改めてね、 もともとあったレンジをちょっと狭めてここまでに縮めてみましたでそうすることによって価格帯っていうのがちょっと変更になりますよここからここです下が131円の535ですねはいこれがあ仮定になります上手っていうのがちょっとね切り板ではないんですけども、まあ、今回切り板にするとした132の525です これで囲ってもいいのかなと思います。上下だから、だから1円ぐらいですよね。上下1円ぐらいのレンジに絞られてきたかなっていうところなんで、まあ、当面はこれでいこうかなと思いますね、えー。今週はこれで走らせようと思います。今日はね、値、ね、動き少ないと思いますんでうー、もしかしたらもうね、今日は追加の放送を、もう夕方以降になるかもしれません。う特にもう、ここまでお話すると言及することが今日はないんですよ。うんまあ、材料も特に考えられないですしね。 うんまあ、このレンジアンプションで今日はちょっとやってみましょうか、はい、じゃあ本日の放送以上でございます